深夜の告白は1944年のアメリカ合衆国の犯罪映画。監督はビリー・ワイルダー。出演はバーバラ・スタンウィック、フレッド・マクマレー、エドワード・ジー・ロビンソンなど。パラマウント社作品。モノクロ。日本では1953年に公開された。フィルムノワールの古典として現在でも高く評価される。不倫による 生命保険金殺人を取り上げた登場型サスペンスの先駆であり、その後の多くの映画、テレビドラマに影響を与えた。原作であるジェームズ・ M ・ケインの小説、売学保険は、保険会社キングの経験を持つケインが、1927年に実際に起きた保険金殺人事件、ルース・スナイダー事件に触発されて執筆したものと言われる。 売学保険の代名は、自動車など、他の交通機関に比べて乗車中の危険率が低い、鉄道での死亡事故が起きた場合、通常の生命保険契約の場合の保険金が支払われる、という作中での設定による。スタンウィックとマクマレー。映画中盤、ネフのアパートメント玄関でのシークエンス1938年7月16日の深夜。 車を蛇行させつつ保険会社のビルに乗りつけた男は、よろめきながら、無人のオフィスにたどり着き、リクタフォンをセットして、自らの罪の告白を始める。同じ年の5月末、ロサンゼルスの保険会社の敏腕外交員である、ウォルター・ネフは、顧客の実業家リートリクスンの自宅で、美貌の5歳フィリスに出会う。フィリスに誘惑されたネフは、彼女と不倫の関係に陥り、結果、 売額保険金目的のディートリクスン殺しに加担してしまう。ディートリクスンを欺いての売額保険契約締結、不良の事故で怪我を負ったディートリクスンを、あえて列車で同窓会の会合に出席させるよう巧みに仕組んだフィリスの工作、駅頭や列車内でディートリクスン氏の目撃者を作るためのネフの変装など、殺人は周到な偽装のもとに仕組まれ、実行される。結果、 ディートリクスンの死は単なる列車転落事故として処理され、保険金殺人は完全に成功したと思われたが、保険会社でのネフの同僚である敏腕調査員、バートン・キーズは、長年の経験による勘から疑問を抱き、死亡保険金支払いを差し止めさせて、フィリスの身辺調査に乗り出す。保険金も得られないまま、手詰まりの膠着状態に追い詰められたネフとフィリスは、 運命共同体という立場にありながら、相互不信に陥る。それにつれて、フィリスの恐るべき正体が、徐々に明らかとなり、さらにフィリスが、暴風の娘、ローラの元恋人ニノとも関係していることを知った。ネフは、フィリスと手を切ることを決意する。しかし、別れ話の末にフィリスは、隠し持っていた銃で、ネフを撃つ。肩を撃たれたネフは、二発目を撃つことができずにいた。 フィリスから銃を取り上げると、抱きついてきたフィリスを撃ち殺す。すべてを告白した、ネフの前に、キーズが現れる。ネフは逃亡しようとするが、出血多量で力尽きて倒れ込むと、救急車を呼んできたキーズにつけてもらった火でタバコを吸う。カッコ内は日本語、吹き替えメディアを再生する、予告編脚本家出身のビリー・ワイルダーによる、監督第三作で、 彼と作家レイモンド・チャンドラーとの共同脚本である。ワイルダーは1943年に北アフリカでの戦車戦を題材にしたサスペンス映画、ネッサの秘密を制作してヒットさせ、次の作品の層を練っていた。ジェームズ・ケインの小説、売学保険を読んで、その内容を気に入ったワイルダーは、長くコンビを組んできた脚本家、チャールズ・ブラケットに、これを映画化したい。 シナリオにできるだろうかと差し出した。しかし、スクリューボールコメディの優れた書き手ながら、根は、旧式な道徳主義者のブラケットは、この当時としては極めてインモラルな小説を、一読するや、ふんだなと評し、脚本家を二べもなく拒否したという。そこで、映画会社と契約を結んだばかりのチャンドラーが、ワイルダーと組むことになった。しかし書籠で気難しく、映画脚本は、 初挑戦のチャンドラーと、まだ30代で遮脱な性格、脚本家としてはすでに一流だったワイルダーは、およそ正反対のタイプで非常に折り合いが悪かった。軽薄に見えるワイルダーの言動に何かと機嫌を、損ねるチャンドラーと、映画シナリオ執筆の流儀に通じていない、チャンドラーの扱いに並行するワイルダーとの圧力は、深刻で、執筆は難航したという。しかもチャンドラーは、 ジェームズ・ケインの作品が大嫌いであった。とかく我の強いチャンドラーは、原作者のケインが同席した、制作会議の席でも容赦なく、原作を罵倒したというが、ケインは懸命にも沈黙を守った。ともあれ、この映画には、チャンドラー得意の鮮やかな習字と、ワイルダー流の辛辣な人物造形が、随所に見られる。そのストーリーは、フィルムのワールの体現と言ってもよく、 破滅に直面する主人公の改造によって物語を描くというスタイルはフィルムノワールの基本手法の一つとさえなった。ワイルダー演出、ジョン・サイツ撮影による重苦しく不安を誘う映像にはフィルムノワールの典型としてドイツ表現主義の影響が如実に見られる。夜間撮影のシーンは本作の白日であり、特に実際のロサンゼルス駅周辺で この地域の治安の悪さを押して夜間ロケーションを観光した偽装工作シーン前後のサスペンスは極めて秀逸なものとなった。抑制されながらも不安に満ちた伴奏音楽はミクロスローザによるもので後のサスペンス映画音楽の版となっている。バーバラ・スタンウィック・フィリスというキャラクターはそれまでのハリウッド映画では倫理的に許されないほどの異常な悪女であった。従来、 明るい美人の役柄を得意としてきた、バーバラ・スタンウィックは、自ら選んだ金髪のカツラを被り、フィリス役に挑んだ。アカデミー主演女優賞にもノミネートされたが、受賞は愛致した。夫の殺害に際しても何ら動じず、むしろエミさえ浮かべるフィリスの非常さは、ファム・ファタールと言われる、女性像のクラシックになっている。フレッド・マクマレーン原作では、ウォルターネスだった。 主人公はロサンゼルスに当時偶然にも同性同盟の保険外行員が実在したことからトラブルを思いっぱかってネフに解明された。当時この主人公役のオファーに応じる俳優はほとんどいなかった。多くの男優とそのマネージャーは悪女の誘惑に屈して破滅するような不道徳なアンチヒーローであるキャラクターを演じることによるスターとしてのイメージダウンを恐れたのである。 当初は主演にポール・ダグラスを考えていたが、ダグラスが休止したため、最終的にワイルダーは、もっぱら凡庸な B 級コメディ映画の主役専門だった二枚目フレット・マクマレーを強引にくどき落とし、ネフ役に据えた。マクマレーにとっては、初のシリアスな主演映画となり、彼の新境地を開くことになった。エドワード・ G ・ロビンソン行動的な調査員。 キーズを演じたエドワード・ジー・ロビンソンは、ギャング役で鳴らした大スターとして知られるが、知識人、労働者、善人、悪人のいずれもこなせる万能型の性格俳優であった。タンクで、ダミ声の子は表である、彼は、本作では、は巻き片手に圧倒的な早口で喋りまくり、ユーモアをも交えた緩急に富む演技で、この重苦しい作品の息抜き役ともなっている。 ネフと悪女、フィリスの関係が破滅の道へ陥っていくのと、対照的にネフとキーズの男の友情は前編に貫かれ、ラストシーンに至って物語に深い余韻を残した。公開時は倫理的に許しがたい映画という保守派の批判もあったが、戦時中の不安な世相の中で観客の思考に合致したこともあり、大好評を博した。ある種の起手破りともいえ、 以後、郵便配達は2度ベルを鳴らすなど、当時としてはインモラルなテーマの映画をハリウッドに排出するきっかけともなった。1946年にはフランスで公開され、早くからフィルムノワールの代表例として認識されることになった。戦後、洋の東西を問わず、不倫が動機の保険金殺人という題材は多くのミステリー、映画、テレビドラマに用いられたが、 その源流は深夜の告白にあると言っても過言ではない。ウディアレンはこの作品を史上最高の映画と評し、称賛している。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ジェームズ・エーム・ケインの小説をビリー・ワイルダーとレイモンド・チャンドラーがダークで、緊張感のある構成で本案した深夜の告白はハリウッドのフィルムノワールにおける。 最高傑作のスタンダードであり続けている。であり、92件の評論の内高評価は97%に、当たる89件で、平均点は10点満点中9.2点となっている。メタクレティックによれば、17件の評論のうち、高評価は16件、賛否混在は1件、低評価はなく、平均点は100点満点中95点となっている。日本では、 小学館から出版された。映画に興味のないチャンドラーが詳細な描写をとがきに書いたことから、ワイルダーは彼はシナリオがわかっていないと思った、などの逸話が紹介されている。脚本のレイモンド・チャンドラーがわざわざ仮面を出演している。本作の序盤、キーズのオフィスをネフが出るところで廊下の椅子にかけて雑誌を読んでいる仏頂面の男の姿が映り、 ネフが通りかかると偏屈な三白眼でちらっと見上げるのが彼である。ありがとうございます。